おはようございます。小西弘之です。コニタンの朝刊読み、今日9月15日、新聞はこれ、毎日新聞です。まず読む前に、今日の場所はここ。これわかりますか？素晴らしいマンションがいっぱいこの奥にザーッと立ってますよ。でも誰も入っていません。ものすごい規模立ってます。ここはどこか？2020東京オリンピック選手村です。すごいでしょ？すごいよ。ものすごいよ。綺麗だよ。誰も入っていません。まあ、来年2021オリンピックが終わった後、これをちょっと改装して2023年4年には入れるようになるみたいです。もうでもだいぶ売れてるみたいですね。ただ買った方によると、ニュースでやってましたね、1年伸びましたから売り買いできない、入れない、その間お金払わないといけない、で子供のなんか入学式に間に合わなかったとかね。はい、どうなるんでしょうね。まあ来年やれればいいですけど、もしオリンピックやらなければこれね、え、まあ僕この近所に住んでるんで、一つポイントは交通の便が非常に悪い、地下鉄まで歩いて30分ぐらいかな。都心で地下鉄の駅まで30分歩く、どういうことでしょう。さあ、それでは一面、まあ全ての新聞がそうですが、でしたね。はい、まあみんな分かってましたから驚きもしませんけれども、私が驚いたのは、石破さんが全然伸びなかった。うん、石破さんが2位になって岸田さんが3位かなと思ってたんですが、石破さんが徹底的に潰されましたね。そのことに対して今後大丈夫かなということを本当に思いました。皆さんお分かりですよね。なぜ石破さんが徹底的に3位になるまで潰されたか。いや、それは、簡単で、菅さんは、選挙の前にも言ってました。森友家計に関しては今後一切何もしません、しないんですって。あれだけ不透明で灰色で、まあ灰色というかなんか黒っぽかったけどね、前総裁、今の総理だ、あの総理ですけど、前総裁の安倍さんの絡みについては、あれだけ再調査しないんですかって言っても、菅さんはしませんと、ね、石破さんだけがやるべきです、石破さんだけがやるべきですおっしゃってましたね。だから自民党としてはそれは困るでしょうね。まあ石破さんに対してお顔がね、私と同じように岩石ですから、だから僕すごい親近感があるんですけど、昔からコニタンは岩石って言われて、岩みたいになっているね。ですから、その、でもお話の仕方は優しい。で、ちゃんと、もう一遍ちゃんと捜査しようって言ってた人を叩きのめしたんですね。ということは、もうわかりやすく、小学生にでもわかりやすく言うと、これからの自民党もまた前回と同じように、臭いものには蓋、あれ小学生わかるかな、臭いものはね、掘り出してこれなんだろう、ちゃんと処分しろよ、じゃなくて臭いものには蓋をしとけ、でみんな知らないよっていう、何も臭いものを処分しない、はい、なんで臭いのかってことも関係ない、蓋しとけ、もう忘れなさいねという政権がまた誕生したんですね。それに対してね、安倍政権を継承するって言ってるんで、もうこの7年8年皆さんが感じていた安倍政権そのままですね。で、一つ私は一つ皆さんに問いかけたい、まあ誰がどの役職に就くかはもう同じなので、これを見て早々に解散、衆議院解散なんてことを言い出したら、はい、
この人たちは国民のことをこれっぽっちも考えていないと私は思います。なぜならば今解散するべきなのか、解散ということはそこでまた大きなお金が動く、なんかね、選挙で元法務大臣がとかね、ご夫婦があって今容疑者としてねいらっしゃいますけれども、やっぱりお金が動く、そして集会がある、クラスター、コロナ大丈夫なんですかと、そして世界的なイベント、オリンピックですよね、ここオリンピック選手村ですよね、ほっぱらだしですよ、が控えている中で、それに対してまだ何も見られないのにもう解散してね、もう勝つぞと、目線が政治家自分たちのことだけを考えてるんじゃないかなって僕は思うわけですよ。ですから衆議院の任期は、来年まであと1年ありますんで、この1年を一生懸命やってもらって、1年の間ってことはオリンピックもありますし、このコロナもあります。これからインフルが流行ってくるとね、冬どうなるんだって、いろんなことを考えないといけない、で国民のためにそれこそ一生懸命しないといけないのにもかかわらず、いやごめんごめん、解散して総選挙しますっていうことにもしなれば、あー安倍さんをねそのまま継承してっていうことは、安倍さんの時もじゃあ今度も国民目線じゃないということですね。はい、政治家のための政治、はい、ということが分かるんじゃないか。皆さんもちょっとそうやって考えてみてはいかがでしょう。すいません、どうせ2面3面この記事だと思うんで逆からいきます。どうせって言い方は悪いですけどごめんね。あ、うわ、裏もそうでした。あ、もう全部だね。はい、そうか。あ、昨日も言いましたけど、大阪さよならシャイな私、素晴らしいですね、素晴らしいね。もう決勝なんて以前の大阪さんだったら本当にもうギャーって言ってね、ラケット放り出してるんでしょうけど、頑張りましたね。あとちょっとこの残念な記事がね、このこういう死亡の記事が出ましたね。僕はこういうことになるといつも言っています。WHO の呼びかけで、こういう記事、ある記事ですね、あるこういうことは公に言わないでくれという WHO が世界の国々に発信しているそうです。その中で世界で日本だけがそれは違う、うちはその要望には応えませんということ、日本だけが、それは何か、この漢字二文字ですね、自殺という言葉を日本は出すそうです。 WHO言わないでね。でも日本は、いや真実を報道するべきだ、真実を全て報道するべきなんでしょうか。もちろん真実は大切ですけども、自殺ということを報道して、僕がこの間のね、今年も後半にありました俳優さんが亡くなりました、追っかける、これ追っかけてますよね、きっと子供たちが、大人もそうですけど、子供たちが、もう何度も言います、大変申し訳ない、なぜ今未成年の子供たちの自殺が多くなっているか、我々が小学校中学校、はい、高校自殺する同級生なんかいなかった。今なんで子供たちが死ぬか、大人が自殺をするからです、大人が自殺をするからです、はい。そして我々の頃もひょっとしたらあったかもしれない。でも今は新聞でテレビで自殺だっていうことを言うから子供たちも、あんな有名な俳優さん女優さんでも心が苦しくなったら、ああ自殺するんだっていうことを心の片隅に置いてしまうんですね。だから本当にすいません、この話何回もしますけども、悩んだ時に人に相談する、学校行くのをやめる、いろんなこの問題解決方法の中の一つに自殺を入れるんじゃないかと僕は本当に思うんですね。
はい、だから真実を話すべきこの新聞テレビ、僕もマスコミにいますから大事だと思うんですけれども、事故でいいんじゃないかな、事故で、はい、子供たちを死なせないためには我々大人が自殺をしないこと、はい、今日も朝からテレビで、悩んだ人はここに電話をしてくださいねって言ってる、うん、それは素晴らしいことです。今までなかったから僕はそれは絶賛します。命の電話という組織の発行しているこの新聞にも僕は書いてます。死んじゃいけない、何があっても死んじゃいけない、やはりそれは綺麗事ではない。僕は末期がんで入っている時に高校生の子供たちが本当に毎朝死んでいくのを見ました。子供が死んじゃいか、生きていればなんとかなるんですよということを、生きていればなんとかなるっていうことを我々大人が教えなくちゃいけないのに大人が死んでしまう、それをマスコミが報道する、真実を報道するマスコミ、そして真実を報道しない政府、この国は一体どこへ向かうんでしょうね。え、はい、おっといいね、はい、取り寄せ通り、か黒ニンニクが元気をサポート、はい、発酵黒ニンニクね、ニンニクいいんすよ、ニンニク、本当に元気のもとはニンニクって言われますね。あのピラミッドを作った人たちもニンニク食べてたっていう話がありますからね。ああ、これね、これだよね、これ続かないといいけどね、アメリカユナイテッド航空の CA さん350人、拠点閉鎖、どこの拠点、成田です。拠点というのはどういうことかっていうと、成田に拠点を持ってらっしゃる方は世界の飛行機会社ですからね、ユナイテッド、成田に350人近辺に住まわれてるんですね。もちろん全員が日本人じゃないと思います、いろんな国の方が。で、成田に350人だとか、シアトルとか、ヨーロッパいろんな国に拠点、ひょっとしたら成田だけじゃなくて関空もあるかもしれませんね。閉鎖、CA 加盟する労働組合は所属の270人が失職する恐れがある、そうですよね。成田と香港、ドイツ、フランクフルトの CA の拠点を閉鎖するとの通告、ほらね、合意できないって言っていますけど、まあコロナですよ、コロナで成田発着の、香港とか、フランクフルト、この 2路線ですね、ここ飛ばなくなっているから、じゃあ CA さんいらないから閉鎖するよと。で、閉鎖してその350人を他の地区にということは書いてないということはどういうこと、ひょっとしたらね、クビになるかもしれないという、はあ、ねえ、おっとその横に新秩父の宮に屋根、ああラグビー協会秩父の宮ラグビー場、ほう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 、会合で屋根付きの全天候型施設とするよう要望した、書いてますね。はい、私も30歳から約5年間 TBS のラグビーチームに入っていました。ずっと子供の頃から大人になるまで野球をしていました。何年も野球をしていました。でも30歳から5年間やったラグビー、思い出がそっちの方が強いですね。ラグビーは本当に心を鍛えられます。そして仲間のために礎になるというスポーツがラグビーです。もちろん屋根があった方がいいんでしょうけれども、なんだろうな、まあ、僕ら野球やってる時も雨降ってきてドロンコになるの、実はやりにくいんですけど燃えるんですよ。はい、もうどうせもう届かないっていうのも、なんか雨降ってると飛び込みたくなってドロドロになりたい、ドロドロになってなんかやってる感を得たい、ラグビーもうドロドロになりたい、ドロドロになってぐちゃぐちゃになって、まあ、ボール滑るんですよ、滑るんだけどタックル行ってぐちゃぐちゃになってボールを出したいという、このちょっと M 的な発想M 的な発想があるんですよね。ただまあね、雨が降った方が、あ、ごめんなさい、屋根ができた方が選手たちには
とても怪我なくできますのでね、こういうことも考えていただきたいと思います。ドキュメントダイヤモンドプリンセス号、うわー、告発差別まだあるんですね。ほら、もうダイヤモンドプリンセス終わったばっかりと思ったけどね。あー、まだね、この差別ね。いやいや、だって妖精だからって言って差別せずにね、はい、こういうことをないように政府の方々、これからコロナまだまだ収束しないとね、政府の方々がこういうことを一生懸命してほしい、はい、してほしい。で、ちゃんと秘密はもっと公にしてほしいという石破さんが、はい、叩かれました。そして締め付けられました。負けた岸田派ね、そして、石破さん絡み応援した人は一人も、はい、官僚に入れません。なんか小学生の仲間いじめみたいだよね。はい、それが今の日本の政府です。期待はできないですよね。ただ来年の、衆議院の期限まで解散せずにやってくれれば僕は応援しようと思います。もしいや解散だって言ったら皆さん、はい、そう考えてください。今日は選手村をバックにお話させていただきました。小西亮希でした。ちょっと今日も雨が心配ですから傘を忘れずに、素敵な一日になりますように。小西亮でした。ありがとうございました。最後にまた噛んでしまいました。小西弘之でした。では失礼します。